はいどうもこまるわです。まず最初のコース、コースを作ろう。はい、こちらのコースはコースを作っていけるマリオメーカー2のコースらしいんですが、もう何言ってるのかよくわかんないよね。で、このコースのすごいところ、待って、中間地点取っていいのかな。あー、取れないようになってるね。で、普通だったらなんか敵とか配置したアイテムを配置するだけかなと思いきや、地面まで作れるみたいです。やってみたいと思います。上って書いてあるな。あ、これがまず地面を作れるのか。結構な難易度でやってみたいな。この辺とか1個とかにしておいて、てかほとんどなくてもいけるんじゃない。いや、意外と難しいか。初代マリオってなかなか難しいよね。こっからそこはまあ届くけど、てか逆にある方が難しそう。まあ、この辺適当に作っておいて、まあ、こんな感じでいいでしょう。で、ゴールまで行けると。はいはいはい、なんか今の感じ的に地面なしでも行けそうだったん。で、次は ST ステップ2。 OK、 やってみましょうか。多分今回で敵を作っていくのかな。逆にどうやって敵作るんだろう。あー、これを選べるのか。一回やってみるね。あー、じゃあこの結構強い黒パックンでいきましょう。はい、なんかなった。あんま変わんない。あー、そういうことか。これじゃあめちゃくちゃ難しくない。多分これがオンオフが切り替わって、この黒パックンが下へ落ちるんだよ。で、配置されるみたいな感じだと思う。だからこれを全部やるとなかなか難しいと思うから、まあ適当にランダムでやってみるね。こんな感じで、はい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 。アイテムは欲しいな。アイテムないと多分僕の場合だと積みそうだから、一応もう自分の難易度まで分かってる、自分の実力まで分かってるから、まあこんなもんでしょう。クッパ一体入れておきたいな。どっちにする。やっぱ大きい方が。めちゃくちゃでかいのがいる。じゃあこの一番でかいやつ入れておくか。最終的ラスボスにふさわしいな。で、入っていくと、さあどうなるんだ。ステップスタート。あ、今から始まるのか。オンオフを切り替えることによって、さあ始まりました。自分でコースを作ってみました。どうでしょうか。おお結構降ってくるね。まあまあまあ、そこまで難しくないでしょうっていう予想はしてるんだけど、いや、地面ないのが意外ときついかもしんないな。キラーで、はい、オッケー。あそこは地面欲しかったな。食らうしかないけど、まあフラワーを置いておいてよかった。で、無敵状態を利用してそのまま行くと。はいはい。で、これはまあファイヤーあるから余裕でしょう。取るべきなのか。いや、まだ取らなく、うーん、迷うこの先どんな敵が出てくるか知ってるものの、ちょっと迷うな。これはわざと当たってこれ取って、はい、あのでかいクッパって普通にこれで倒せるのかな。はい、オッケー。めちゃくちゃ簡単なんだけど思った以上に簡単だったな。それだったらさ、足場ゼロの敵全員でやり直してみていい。そうします。じゃあ一回これ死にます。あのさ、これ一個思ったんだけどさ、この中間地点を取った場合ってどうやってゴールするんだろう。クリアチェックの時にさ、中間地点からやるっていうモードがあるんだけど、これ入れないよね。じゃあこの右上っていうか、まあ右下の中間地点を取った後ってどうやってクリアするんだろう。左上かなって思ったけど、ブロックあれどうなんだろう。効果ブロック出れる用のブロックかな。まあやっていきます。まずはここ一切地面を作りません。まあ元から地面ある。いや、難しくないか。そこ多分アイテムないと。まあまあまあ、これ強制的なフラワーか。で、こうやってガーって行ってみて、ここに大量にボスが現れるわけでしょ。結構な難易度になってるな。さて、で、もちろんのごとくこれを全て開けていきます。まあこの辺だったらいけるし、キラーもまあいけそうだけど、何が難しそう。このノコノコは逆に利用できそうだな。やっぱこの黒パックンか。普通のパックンもなかなか配置の場所によっては難しそうだな。アイテムどうする。アイテムスルーするか。アイテムあった。だって余裕だったもんね、さっき積みそう。僕の場合積み、うん、何もないんだけど、ここ僕の場合なんか積みそうな未来しか見えないけど、これでクリアしてみたいな。さっきの余裕すぎたからな。で、このボスは余裕なんだけど、意外とね、クッパよりもこっちのボスの方が難しかったりする。しかもクッパ何体いるの。3体か。いや、これ結構難しそうだな。よし、じゃあ入っていきます。うん、今ちょっと思ったんだけど、これスタートでしょ。ちょっと待って、これあの好奇心です。切り替えるでしょ。どうなるんだこれ。あー、そうなって、そうなちょっと待って、ちょっと待って、ずるい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 。あー、逆走もできないやり直します。さて、スタートやっていきましょうか。もし僕がクリアできなかったら、いきなりゴール前までカットされてるかもしんない。さっきみたいに戻ってやる。おー、降ってきたね。結構、いや、でも今のところ簡単だね。落ち着いていけば問題ないでしょう。そんな難易度、い
や結構遠いぞこれ。足場ないのってなかなかきつくないか。いやもうこれやばくない？これやばいでしょもう。え届かなくない？やり直すのめんどくさいな。ちょっと感情が出てしまってる。いけ、危ない、なんとか耐久で、ちょっと待ってよ、もう一個キラー出して行かせるでしょ。で、はい、おー、行った。あ、ごめん、アイテム出しちゃった。取らないように行きます。まず避けて、はい、オッケー、取るな取るな取るな。で、まあ、これは取ってもいいよね、元からあったもんね。で、あんま取った意味ないけど、さあこっから大変だぞ。貫通でいけるんじゃない？貫通でいけそうだな。え、これってくぐれんの？あ、くぐれる。はい、ゴールありがとうございます。続いてのコース、ミニゲームランド。さてこちらのコースではいろいろなミニゲームができるらしいです。やってみたいと思います。ファインドって書いてあるね。多分間違い探しみたいな感じ。おお、間違い探しだ。しかもめちゃくちゃ簡単。一番左のこのカロンが違いますね。多分こういうことだと思う。オッケー、正解。だから普通のアクションゲームとかじゃなくて、いろんなミニゲームを楽しめるコース。しかも一つ一つテーマがあるのか。あ、しかも一個ずつじゃない。え、でこれが多分緑色だから違うってことかな。オッケー、正解です。だんだん難しくなるんだろうな。まああのコインはいらないでしょう、左側の。次、メイズ。多分迷路かな。迷路って確か英語でメイズだよね。え、できるの迷路。おお、迷路だ。え、でもどうやって音符。あー、なるほどね。これで音符を切り替えながら上がるって感じか。タイミングも重要だな。え、でも案外いけそうじゃない。さっきのあの間違い探しと同じくらいの難易度なんだろうな。とりあえずオンオフが押せそうな場所に歩いていって、こう行って取ったー。でこれで切り替えていく。あ、降りるのちょっと難しそうだな。こう降りて降りて、いやコイン取りに行くか。ちょっと面白そうだな。はい、取った。逆は一緒なのかな。取る必要あるかな。一旦こっちまで行って、こう行って、なんか今日声枯れてない？大丈夫？僕ちょっと頑張れ僕の喉。 OK、 入っていきましょう。声の方が迷子になってんだけど、オーディオかな。オーディオ曲みたいな感じ。入っていきましょうか。聞けってことはね、だから静かにしよう一回。はい、ん、どういうこと？え、なんか勘違いしてるかな。どうした今日の声。やばいな。確かに寝起きっちゃ寝起きだけど、こんな声出ないんだ。オッケー、なんかクリアした。避けろって感じだったね。ファースト急げ、やっていきましょうか。早くだね。あー、なるほどね。よいしょ、アクション要素を入れてきたね。はい、で30取るべきでしょうこれは。まだいける、まだいける。あ、やばい、マジギリギリだった。はい、オッケー、30取ってやって、はい、やって入っていく。余裕だね。さっきよりもなぜか余裕だった。オッケー、クリア。エイム、うわやばいな。 FPS で一番エイムないのに大丈夫かな。やっていきましょうか。さあどんなエイム。あー、なるほどね、タイミングゲーか。はいはい、一発でいきたいな。チュートリアルなし一発でいったらすごくない？今、あー、なるほど、当てちゃダメなのか。よし、じゃあ一発でいきます。じゃあ今のは何だったのって感じだけど、これでいいの？あ、まだあるのか。はい、おーっと、バネいいタイミングだね。てかもう一発無理じゃないこれ。オッケー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 。そもそも一回じゃないよね。え、てかどういう理由なの。おー、取った、ありがとうございます。オッケー、クリア、ありがとうございます。